菊池風磨、長濱ねる、渡辺翔太、トリンドル玲奈、黒羽麻璃央が、ウソ婚、撮影を終える。ドラマ、ウソ婚で、菊池風磨、セクシーゾーン、長濱ねる、渡辺翔太、スノーマン、トリンドル玲奈、黒羽麻璃央の撮影が終了。それぞれのコメントが到着した。本作は幼馴染の設計事務所社長、夏目匠と派遣社員、仙道八重が大人になって再会し、ひょんなことから半年間という期限付きの、ウソ婚ことウソの結婚生活を始めるラブコメディー。菊池が女性にモテまくるド S の匠、長濱がお人よしがゆえに家と職を同時に失った八重を演じた。渡辺翔太コメント僕、渡辺としては、レギュラー出演のドラマがかなり久しぶりだったので、本当に自分でもどうなるかなって思っていたんですけど、本当にもういい人ばかりの現場だったんで、すごく楽しくこの2ヶ月間過ごすことができました。また皆さんとお仕事ができるように精進しますので、これからもよろしくお願いします。そして、ありがとうございました。